今日はこんなにたくさん集まってくれて本当にどうもありがとう。みんなのおかげで T スクエアも30周年を迎えることができました。本当にどうもありがとう。なわけで、今日はこの9人の素晴らしいメンバーでステージをお送りしたいと思ってます。それでは最後まで今日もゆっくり楽しんでみてください。
どうもありがとうございます、ラッキーサマーレディから始まりまして、その20年後のアルバムになりますグラビティに入っておりましたセーリングズオーシャン、そして最後は、愛しのうなじのエンディングという全21曲のメドレー聴いていただきました。ありがとうございました。そういった感じで、今日のコンサートですね、最後まで楽しんでお送りしていきたいと思います。最後まで楽しんでいってください。
イエイ。ソプラノサックス伊藤武史、同じくソプラノサックス宮崎貴弘、曲は懐かしいアフィールディープインサイドでした。ということでじゃあ再びここでですね、ニューアルバムのワンダフルデイズに戻って、俺のブルースを聴いてください。
アルトサクソン宮崎貴博、はい、そして次の曲でございますけれども、今から5年前25周年の時に、のりたけさんが書きました、ね、ロンドンから汽車に乗って、列車ですね、汽車じゃないです、ドーバー海峡の、ね、海の底、海底トンネル、トンネルを抜けると雪国だったわけがないんですけれども、フランスに出るわけですが、ね、そのフランスに出る時の光の粒子がもうプツ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 と弾ける、こう芸術は爆発だみたいな、そういう感じで、ね、あ、久しぶりのギャグでごめんなさい。そんなわけで聞いてください、ユーロスター。
おめでとう。キーボード泉博隆。じゃあ次に、タイトルチューン Wonderful Days 聴いてください。
坂東聡。そして憲武宏之。
Thank you.
どうもありがとう。どうもありがとう。楽しんでますか？それじゃあここから終盤戦、全員でまずはこの曲からお送りしたいと思ってます。宝島聴いてください。今日本当にどうもありがとう。
どうもありがとう。どうもありがとうございました。